にちは、プロインタビュアーの早川洋平です。石平恋と仕事と社会の Q&A、 今日は第30回です。井田さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、今回はですね、前回の福山雅治ファンの方から一転、こんな質問をいただいています。井田さん、シンゴジラはご覧になったでしょうか。お、僕はすごく感動してゴジラの第二形態のフィギュアを買ってしまったほどです。なるほど。その映画を見て思ったのは、自分の国を自分で守るために防衛力って必要だなということです。トランプ大統領就任で日米安保も揺れています。今までのようにアメリカに任せっきりというわけにはいかなくなるかもしれません、日本にとっての自衛力とは 何かなとみんなが改めて考えるタイミングが来たのかなと思っています。石田さんは自国の防衛についてどうお考えですか。いや、これ難しいね。だから結局お金の問題ですよね。お金の問題、はい。要するに今 1% ぐらいですよね、 GDP 比で防衛費って、はい。だからそれを2倍とか3倍4倍にできるかどうか、でそれをやった上で、自分の国の人間が死んでもまあしょうがない、国のためだからっていうふうに思えるかどうかっていう、そこのところの覚悟ってことになるんじゃないですかね。でもそういう時代ってことですかね。ただアメリカがもし完全に手を引くんであれば、それこそやはりロシアや中国やアメリカほどじゃなくても、イギリスやフランス並みに、核ミサイルとかを持たないといけなくなるので、それをやるっていうほど日本人が踏み切れるかっていうのはありますね。なんか、まあ、正直僕はその知見がないのもありますけど、今井田さんおっしゃったように急激に何か変わる、はい、日本として、はい、っていうようにはあんまり思えないんですけど、まあ、世界的なそういうことを見るとそう変わらざるを得ないみたいなこともあるのかなっていうふうにもちょっと思っちゃいます。まだでも今わからないんだよね。わからない。要するにベルリンの壁が壊れた段階なんですよ今、イギリスやアメリカが孤立主義に走るっていうのは、これから世界がどんどんバラバラになって分離主義、自分の国を優先する、自国優先主義になっていくんですけど、それが始まったばっかりなんで、次の20年とか30年でどこまでいくかわかんないんだよね、ベルリンの壁が崩壊した時、みんなさ万歳って言ったじゃない、これで世界が一つになる、確かに、もう共産主義はダメになってみんな民主主義で自由になって豊かになる。実際前半の15年は本当に良かったよね、ところが後半の15年になって格差だったり、またもや新たに始まった中国やロシアの領土的野心みたいなのが、わーって出てきちゃって、これはもうダメだ、移民もダメだってことになって、マイナスが目立ってきたじゃない。なのでこれから分離主義が始まった前半の10年や15年はもしかしていいことが起きるかもしれないんだよね、ただそれの後半のまた次の10年でどんな恐ろしいことが来るかって読めないので、だから完全にアメリカが日本から手を引くことはありえないと思うんですよ、要は太平洋を中国に渡す気はないから全部、だからそうなった時どれぐらいまで引くか、じゃあアメリカが引いた分をどれぐらいカバーするかっていうのを、考えていくしかないんだなっていうことだよね、ただ今の段階では全く読めない、トランプが何するか分かんないから。そうするとまあ当然アメリカというとロシアも思い移るんですけどね、近くて遠い国、隣じゃないですか、その日本とロシアの関係っていうのはなんかもっと近くなるとか、なんかそういうのって井田さんは想定はしていますか。基本的にもう時代は100年前に戻っているんで、100年前の日本が今の中国なんですよ。アジアで片っ端から領土を広げてどんどん乗せていこう、アジアは俺のものだって中国は今思ってるのね、でそれは100年前第一次大戦の頃の日本と全く同じなので、だからそう考えると、ロシアも基本的に中東だったり、黒海のあたりは全部俺のものだ、昔の東欧は全部俺のものだと思って攻めてくる、今はそっちが忙しくてアジアの方には来てないけど、アジアでも拡張主義になると思います、なのでロシアも中国もものすごく危険なのを、トランプは手放しでお好きな、どうぞお好きなようにどうぞやってください、プーチンも習近平も話が合うねって言ってやっちゃうと思うんだよね。そしたらやらざるを得ないよね、日本も守らざるを、そうですよね、だから防衛費倍ぐらいまで行くんじゃないかな、すぐに、でそれはもう形としては仕方がないと思う、ただ言っとくけど防衛費倍っていうと消費税で何パーだ、2パーだからね、防衛費だけで。そうすると当然ですけど国の全体に占める防衛費の割合も倍になる、倍になると思うんですよね、10兆円に上がっていくと、そこ先は分からないけど、そこだけ見るとそうなりそうですね。いやでも厳しいよね、どうしたらいいんだろうね。
年寄りにお金を削ってそっちに回すのかな、うん、でも確実にそういう意味ではやっぱり大きな変革期というか何か変わる今年これから30年続く変化の最初の波が来た、うん、それを考えた上で例えばこれから就職をするとか仕事を選ぶとか一生どこに住むとかね、うん、そういうのを全部考え直した方がいい変化が来たっていうのにみんなが気がついているかいないかですよね、うん、多分みんな気がついてないから右往左往することになると思います。なるほどね、うん、じゃあそういう時期ということをねいやもう本当に危機というよりは変わったんだよね、はい、グローバリズムはもう逆回転を始めた、うん、次の世界の20年30年はそっちに行くっていう上で防衛なんかも考えた方がいいんだろうなっていうふうに思います ね、 ですね。僕らもあるがもの現実も見つめながらねちょっと何ができるか考えたいと思います、はい、うん、はい、今日は第30回でした、はい、引き続き番組では Q&A を募集しています。石寺公式サイトの方から、ご質問がある方をお寄せください。イラさんどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。